こんにちは、ゆかりチャンネルです。今日は実家に来て先日ね、お母さんも誕生日で、今日は私の誕生日なので、妹を含めて3人でお祝いしていきたいと思います。イエーイ、ハッピーバースデー。イエーイ。いくつになった？いくつになった？74でございます。私51でございます。あらま、行っちゃったね。行っちゃったね。なのでお寿司とこれね、ローストビーフとちょっとしたお祝いしながら、今日はねフリートークをやっていきます。いただきます。いただきます。これ美味しいんだよね。はい、大好きなイクラ、イクラいきます。うん、なんかさ、初めてさ、インスタグラムのさ、ストーリーってやつでさ、質問を募集しますとか言って、私もいまいちやり方がわからないし、いいねは聞いてたんだけど、質問が来てなくて、やり方合ってんのかな。ストーリーってあれわかる？うん、なんかインスタグラムやってないよ、ね。すぐ消えちゃうんだって1週間で。だから分かんなかったから。あとで見てみる。うんま。喧嘩なの。3つずつだね。3つずつだからね。余分に食べちゃうよ。1、2、3。1、2、3ってなってるから。マグロ2個食べちゃいかん。はい、和栗のモンブラン、和栗モンブランとプリンアラモードです。乾杯。やっぱりデザートだよね。何この可愛いスパン。うん、うま、うん、うま、うん、今日はね、ギターを持ってきたんで、うん、何がいいかな。新曲、新曲はないの。お母さんにも分かるのかにしよう。プリンにプリン、プリン。ほんとだね。プリンオンプリンだな。終わり。パチパチパチ。すごい年だけど若めえな。誰の話？イルカちゃん。うん、そう。なんか昔イルカに似てるって言われたことある。別に似てないよね。私ひとえじゃないし。イルカっていうかさ、斉藤由紀に似てるって言われてたよね。似てない。さあ。誰？昔言われてなかった？言われたことあるかな。いろんな荷物持ってきたね。あんだやつ持ってきてって言ったからさ。あ、違う違う。プレゼントだよ。お。だからさ、うん、ここが柔らかいのよ、うん、すくうもできるし、炒めるもできるし、フライパン傷つかないし、これめっちゃいいの、このシリコンの菜箸の。あ、これいいよね。いいよね。これうちもある。これね、カレーか。カレーなの。美味しいの、これ2つ。見せて、ここに。何にもやらんときゃいい、もうインスタント。そうそう。あ、これね。無印のカレー美味しいの。イエイエイ。温めるだけで。これね、あ、これね、有名なね、そうそう、シリコンヘラ。これいいよ。めっちゃいいよ。売れそうな感じだけど。これも？これも、うん、シリコンや。だって菜箸ね、シリコン。あ、先だけ菜箸でこれ切って。どこのハサミ？後ろにある。いいね。これいただきましたんで、ありがとうございます。いただきました。ありがとうございます。でででで。あ、かわいい。かわいい。色がかわいいと思って。
可愛いね。開けさせていただきます。可愛いじゃん。なんか娘に取られそうな予感がするんだけど。可愛い。トートバッグでございます。あ、ショルダーにもなるよこれ。いいね、可愛い、ね、春にいい。可愛いね。可愛い。ちょうどいいね。多分ね、A4 サイズ。ありがとうございます。はい。あと、これね。ありがとうございます。うん、見て。え、そんなん売ってんの？元気？あんまりないんだもん。これが美味しいそうです。学校のカレーだって。もう一度食べたい、あの味わい。SB から出てる。よう売れるかして。品切れが多いの。他のはいくらでもあるのにね。うん、これが なかなかないの。中辛い。あ、すごいね、今。私、このレトルトカレー最近食べたことないけど。これ何？箱のまま、箱のままチンできんのこれ。え？すごいな。蓋をここ斜めにして、あ、こう折り込んでね。そう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 、今そうだよ、レトルトみんなチンできるんだよ。このまますごいね。チンでる。外そうだけど、なんかね、外せんようにね、こう二重折りになっとってね、黒折りになっとってね、空気の抜け穴が。コークの言われ方。持って帰るなよ。回収されました。ミートボールもさ、今チンできるでしょ。ミートボール今さ、チンしなくていいのもあるじゃん、うん、すごくない？あれすごいけど大丈夫なんかな。ちゃんとチンしちゃう。チンしちゃうけど、今からお披露目ですよ、編んだもの。まずは鍵、棒針。棒針やった。棒針頑張ったよ。ほらちっちゃいんだけど、うん、伸びるの横に。すごい細長く見えるね。あ、伸びるね。めっちゃ大変じゃんこれ。めっちゃ大変だったんだよ。でもさ、被ってる人が可愛かったから、ちょっとこう、こうなってんの。見えてる？うんうん。可愛い。いいね。柔らかい。いい糸使ったの。あれ、毛糸のピエロも。うんうんうん。もう触った感じで。うん。ね。柔らかいし、軽いんだよ、やっぱね。いい糸はね。ブーシ。何と？ブークレ。マリーナブークレ。ああ、結構玉数いったでしょ、じゃあ。そうそうそう。似合わん、帽子が。似合わん、お見せできないけど。帽子が似合わん。でもこれかわいい。かわいいでしょ、その編み方。なんかこの、ヘリがヘリヘリモンってなるのがかわいい。ね。ね。そうね。こうなるの？勝手に。そうそうそう。そう、編んであるのかな。うん。あ、いいね、色がいい。ない、ちょっと前。かわいい。何これ入ってるの？これこれ入ってるやつ。ネットが入ってる、ね。うん、そうそうそう。ゴミがついてるみたいな。失礼だな。ゴミかもしれんけど、ゴミをごまかすためにネットが入ってる。犬のかもしれん。この間のやつ、ね。あ、これもいいよね。かわいい、かわいい、これ。素敵にハンドメイドの、そう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 、これ楽しかった。私も編むのね、素敵にハンドメイドのハンドウォーマー。あー、いい色やっぱり。可愛いね。でもさ、やっぱ鍵だから硬いんだよね。ちょっとはめてみましょう。色がいいね。可愛い。可愛い。可愛い。ほら、買うお母さんあげる。どう？ブン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 、はい、おいおいです。ギター弾いとって忘れちゃった。カリバリのキーホルダーと、ほんの気持ちのお小遣いと、どっかカバンにつけて。これキーホルダー、うん、かわいいじゃん、うん、こんなに売ったんだ。売ってんの。はい、ということで、はい、ね、お母さんなんか持ってきてよ。なんかあんの？ね、ぬいぐるみあるじゃん、そこに。ロボリートで編んどったら、これかわいいじゃん、ほら、これ残っただけ。これかわいいよ、これかわいいよ、ほら、くまちゃん、なんかさ、懐かしい感じじゃない、この色合い。コアラにもなんかぶら下げてあります。頭がでかすぎてかけれるようにって。かけれんくなっちゃった。かけれんかったのか。これかわいい。
あれこれね、いっぱいあんなの。これ可愛いよね、意外に。これスカートとかいろいろ編んで、うさぎやら猫やら可愛いって来るたびみんな持って行っちゃって、これ一個だけ残したいで、うん、パンドラハウスさんでこれが飾ってあって、編み図をいただいたんです、この間で。私も編んだんですけど、あのお店に飾ってあるやつよりこれのが可愛い。可愛い可愛い、マフラーして、うさぎも可愛い、うん、ね、うさぎちゃんにはあのスカートを履いとるね。これでランドセルを背負らせて、うん、これで一つだけランドセル残ったけど、おかしいおかしいのか。変なのね、出来上がってな、最初編んだら。いいんじゃない、可愛いじゃん、可愛いよこれ。いいいい、この小さいのはみんな喜んで、こっち持ってきた、可愛いよね、うん、脱ぎ着できるようにしてある、うん、ね、可愛いよって。はい、ね、お母さんが編んでるものを見せてもらおう。もうすごいね、こんなに編んでますね。何、一目飛ばして細編みして鎖三つ編みして、でここからつなぎます。白の糸がないのね。うん、それダイソーの糸？買いに行かな、ないな。足りんな、あれ一玉あるけど。こんだけあったら足りないよね。すごい整然と並んでる。うん、どうやって繋ぐの？くぐらして、細編みして、鎖1個編んで、はい、繋いでいきます。通して、通して細編み、鎖編んで、鎖編んで、細編み編んで、通して、引き抜いて、鎖編んで、細編み編んで、鎖編んで、引き抜いて鎖編んで、引き抜くときは何？引き抜くだけでいいんだ、鎖編まなくていいんだ、うん、でこうやって戻ったときには、うん、細編みせなね、うん、おいおい、ちょっと足りんだね、おかしいだ、お、一個飛ばしてやしないかい、段数がないんでないかい。めっちゃ今日いい天気だね、風はすごいけど、風があるけどな、うん、ここでここで間違ってる。はい、バックします、バックします、バックします。はい、引き抜いて、鎖編んで、編んで、引き抜いて、間通して、引き抜いて、鎖編んで、細編み編んで、横のどこを拾ってんのさ。はい、何何でもないえ、いつ締めを取ろうかなと思って。はい、ではこんな感じで今日は実家からお送りしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。ゆかりチャンネルでした。バイちゃーん、